エルザレトゲームチャンネルへようこそ。今回は弓使いが絶水を使ったらどうなるのかということで、絶水をね使っていきたいと思います。ちょっとねアップデートがね入ってナインマーカーと吸引器入ったんで早速使ってみたいなというのと、まあ弓の射程でいつも戦ってるので絶水ぐらいなら使えるんじゃないかという軽い気持ちでね、やっていきたいなと思います。まあギアはこんな感じで、サーマルとここスペゾーは使えるけどね、頭気にしないでください。感度こんな感じです。ではやっていきましょう。さあチョウザメですね。いやーね、射程がね長いはずなんでね、ちょっといやらしくやっていきたいなーと。あとラインマーカーもね積極的に使っていきたいところだね。ただ今回が重めなんで、あ、いや重みって言っても灰カスぐらいか、アイドラぐらいなんで、もうこう攻めていこうかね。あ、弓痛い、弓痛い、アップデゴの弓は痛い、やるなー。でもここで一発当ててサーマル発動するからね、これでしっかり見ていく。で右側逃げた、これちょっと眺めておいて、あごめんね持ってくれたね、ありがとうありがとう。でここカバー入る、はいキル取れる。で吸引器で守ってあげて、いやー強えな吸引器もなかなかだけど絶水の組み合わせ強い、てかでけえ。お味方運んでくれた、お20にでかいでかい。じゃあこれはもうやられちゃうから、とりあえず後ろから足場整えながら味方の生存しつつだな。で、右側ちょっとラインマーカー投げといてマークだけして、お前見てるぞと、偏差してやるぞっていう感じで。はい、当たったーこれが、これがな、もうこれだけで味方やっぱ見てくれるからな。ただね、まだ精度が慣れてない。でも当たっているんだよな。これ強いよねー。さあここ射程を生かして牽制して、あーでもなんか左上やばいね、アイドラさんやられちゃった。でも投げておく。でここもねそんな攻めずラインマーカーで挟みながら、これちょっと弓いたから危ないね。あー上来てる、やばいやばいやばい、逃げろ逃げろ逃げろ、これは逃げたい。あナイスカバーナイスカバー、味方ナイスカバー。それちょっと悪い子、メガホンは吸引器刺さるからダメ。で、ここでちょっといった味方いるから、使ってあげて、で、挟み撃ち、ナイスナイスナイス。で、ここで、一か八か。おー、すげえこれは、最高だな。やっぱ、範囲がでかくなってるから、スカイダイまで溜めなくても、爆発範囲がやばいね。で、ドリンク飲んでおいて、まあ、ここも置いてていいかな。あとはちょっとずつちょっと攻めていこうかね。もう味方が綺麗にね、カウント進めてるからね。さあ、右側に味方やられた。さあ、愛知か。人数的にはってとこだね。ああ、弓がしっかり見てきてる。これ一回下がろう。もう一回牽制しておいて、ちょっとね、弓がやらしいね。投げておこう。で、とりあえずここ見えるところからラインマーカー投げて、ちょっとしたクリアリングしつつ、右側なんかちょっと見えたけど、あ、いた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 。でもちょっとほったらかしして、あー、落ちたね。落ちちゃったかー。はい、ということでノックアウトです。まあまあちょっと人数不利になっちゃったからね。ただいい感じだったなー、やっぱでかかったもんね。じゃあ気を取り直して2戦目いきたいなと思います。さあ今回はこんな感じだね。ハイドラ空いているね。ただ塗りちょっと強いよね相手ね、まあ、こっちもこっちで塗りは強いしいい感じにはいけそう。さあ初動は一応矛火星に行こっかな。割れる編成ではあるからね。さあ1枚取っていく。ブラスターが、あ、ハイドラか。あ、ナイスナイスナイス、味方ナイス。ここ取っといて、ただ俺しかいないから移動して持っていく。まあここはね持っていってね、
やばい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 、これ倒したい。エイム危ない危ない危ない。さあここで取っておいて、ハイドラがな、ちょっとな、ちょっとお邪魔なんで投げとこう。あれはちょっと角に置いて、いやー相打ちだったね。ただ前線はまだ維持できてそうな感じだから、まあ中央取れてるからいいよね。さあハイドラさん見えた、早速当てていくラインマーカーで全力で邪魔しに行く。はい、投げておく。これで、ね、やっぱね味方が見えるからさ、でかいよね。はい、ここで挟み込むと、あーこれ、あー申し訳ない味方。あー、ただここでまた投げていくと、あーやべえ、ブラスター抜けてきた。でもしっかり当てると、意外とブレー少ないよねこの武器ね。さあ吸引機、ここでアップデート入った吸引機を使っていく。でこっからよ、こっから、こんだけ溜まれば、イエーイ強っ。さあ続いては金目鯛だね。こちらでやっていこっかな。さあどうなるか。金目ね、中央維持が長くなりそうだからな、丁寧に処理していきたいよね。あ、いるじゃん、投げとけはい、引いていった、強い。ラインマーカー思ったよりこれいいね。でサーマルで見えるからさ、段差に強いよ、ほんと。投げとけ、投げといて、ちょっと、ちょっと当たって、たまに当たって、あ、でもそこ横取り。で、そこちょんって当てとけば、だね。これさ、ちょっと引っ張っとくからさ、あの、味方さん いける、いける、ナイス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 。いい援護。さあ、味方前に置いてしっかりと処理をしていって、あ、ナイス、いいカバーができた。あ、ちょっと持つの早かったかな、もしかしたら。スパッタリ来て、やばい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 。やばい、あ、味方ナイスカバー、よし、倒した。いや、カバーがありがたいね、これね。運ぼう、運ぼう。やばい、ハンコ、ハンコ、ハンコ、おい。いや、爆風でかかったね。やばい、一枚だ。これはね、投げておこう。いやらしいことしたけどさ、ポイセンみたいな感覚で投げればさ、味方も復帰後気づきやすいからね。で、しっかりと横取って当てて、はい、引かせて、で、こっちもとりあえず投げといて、この感覚的にダメージと索敵できるの本当でいいわ。あ、これブラスターちょっと距離取って、距離取って。よし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 。なんか爆発できたぞ。さあ、これで一旦、いい感じに持ってこれたね。あ、右、カバー入りたい。あ、ナイス、ナイスキル。これは取れないか、さすがに。ちょっと下がって。はい、キル、ナイス。これはちょっと前に出よう。出して。あー、これはちょっとごめん。この吸引機は悪いが、倒せ。マジでさ、これ、でかすぎて、相手距離感分かってないんだろうな。単純にナイス玉よりでかいもんね。はい、ナイスキル。さあさあ、ここはね、慎重にね。ここでやられると、後衛としてやられると、ちょっと潰れるからね。はい、慎重に、慎重に。やばい、左来てるけど、ちょっと右耐えたい。でも、なかなか詰めてこないね、左ね。あ、やばい、これはやばい、やばい、やばい、逃げろ。いやー、ドリンクのおかげはね、ドリンクなかったらちょっと逃げれてなさそうな気はしたけどね。あれ？あれ？ノックアウトしてね。おこ驚いたねー。やーばー。じゃあ本日最後をやっていこうかなと思います。今度は X マッチのエリアです。なんでね、射程とかに同じ感じになるなー。あー、実水、ジェッカスなったか。あー。ちょっと射程的には同じような感じでってところだね。スペシャルで押したいね、こっちのチームね。ただやれることとしては、相手のハイドラ潰して、こっちのハイドラ生かすのが大事だから、とりあえず、牽制とクリアリングだね。はい。あ、やばい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 。楽しい。わ、なんで？あー、炭酸やばかったなー。で、カバーできんかったら痛かったね。じゃあ横取ろう。はい、引かせて、はいはい、そこ気づいてない。これもちょっと牽制だけして、
ナイス玉使ってもらったらね、吸引器。これで、向こうの弾入らねえから、あ、やばい。はい、撃っておく。はい。ここも取りたいけど、まあ、ナイスカバー、ナイスカバー。とりあえずね。当たんないな。当たんないな。これ一回下がろう。これは下がろう。ちょっとやばい。やばい。やばい。雨も降ってる。やばいやばいやばい。これ味方と合わせたいね。とりあえず死なずに牽制し続けることだもんな。よし、吸え。よしよし、うるしょは吸えるからね。ただ、ちょっとこれだとサイズ感が気になるけど、ここ。剣取って、はい、先制入ってる。で、ハイドラちょっと抑えいって、今のは危なかったね。ただこれ、後ろカバーしてあげて、いや、ナイス、味方ナイス。で、次、右取りたいんだよね。ちょっと正面取りつつ、左は取れてるから右取って、これでちょっと抑えれば味方が右取ってくれるだろうな。はい、ナイスキル。ここは、しっかりとね。あー、ごめん、ちょっと遅かった、すずちゃん。これで、とりあえず相手の攻撃通さなくして、撃っておく。大体高台撃てばね、どうにかなるからね。さあ、投げて牽制。はい、投げて当てとく。で、しっかり倒す。まあ、ちょっとね、取られたものは仕方ないから、こっからだね。右高いる？あ、いた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 、いたいたいた、そっちいた。一発当てれば、ナイス、いいハイドラさん。はい、もう一回投げとく。これさ、相手高台まで届くのやばいよね。はい、当てとく。わあ、これ弓に欲しい。マジで。吸引器ライマカ欲しい。あ、やばい。とりあえず、嫌がらせしときながら、味方とちょっとね、合わせてね。これはエリアは。そうだなー、これは。いや、今のナイス玉見ないといけないところだね。サメライドは吸っても意味ないからね。いかんいかん。さあ、味方がナイスすぎるね。ハイドラ潰してくれてたんだろうな、多分。で、エリア中央が取れそう。これは取ろう。よしよしよし。これで味方が楽できる。いた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 。ハイドラいるな。そこ、後ろ行かん。いけない。逃げろ。よーし、逃げた。よし。クリアリング。いいね。策的マジでいい。感覚的ね。で、また来た。捕まえとく。これ、味方来ない。あ、ナイス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 。でも、吸って吐いといて、抑え込みからの塗り制圧。ちょっと左がね、もっと、なんかな、ちょっともったいないっていうか、左取り切りてないのがね。まあでも右押さえ込もうか。ほら、投げとけば当たる。マジで、マジで投げとけば当たる精神。ただね、ちょっと危なくなってきたんで、この辺りで、しっかりとエリア確保し続けたいね。あ、後ろいる。あ、ない、ナイス玉。これちょっと、逃げていったか。あ、左か、左か。ただちょっとここ見といて。サメライドね、この人偉いね。乗らす、相手さんね。偉い。ちょっとこれ時間稼ぎ。うん、そこ置いとって。ただ、あれで、ウルショウ無駄遣いにはなってるから、これ当て切りたいけど無理か。一発しか打ててないからね。とりあえずクリアリング。はいはい。はい、取れた。これ強い。この射程で、しっかり取れるのはでかい。はいはい、せい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 。あ、ちょっと我慢ができなかったね。漏らしてしまった。もうちょい上見てたら、いい感じに当たってたね。さあ、これであとは、もう押し込めば OK。いやー、なんかメインもそれなりに強いとか思ったけど、ラインマーカーえぐいね。ラインマーカーすごいわ。はい。ということで、今回こんな感じです。まあね、とりあえずメインの連動は必要だなと思うけど、吸引器の爆発力と、やっぱし、ラインマーカーでの牽制がいやらしいね。直接当てれるようになればさらに、いうところでもあるしね。このあたりは良かったんじゃないかなと思います。ということで、皆さんご視聴の方ありがとうございました。よければね、チャンネル登録、高評価の方もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回です。バイバーイ。